間は今4時5分です。船着き場に行ってみようかなと思ってるんですけどもね、対岸に渡るメコン川の。ลงนาหินลงนาหินรถนี่ละเป็นลักซาวก็ได้ใช่ไหมลักซาวมื้อเช้ามื้อเช้าละหกโมงตอนบ่ายมีบอกตอนบ่ายเลยตอนบ่ายเดี๋ยวนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวนี้ละสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนบ่ายนี่ละมีไปลักซาวไปลงอยู่นาหินนาหินแล้วก็ต่อรถต่อโดยสารแล้วขี่โดยสารเข้าไปขอบใจบอกเขาว่าบอกรถโดยสารท่านรักษาท่านว่าคอยลงทางเข้าปองรอลองหน้าหิงขอบใจด้วยขอบใจหลายๆそうか11時30分あるんだけどもそれより遅いのないのかな。そうか、この単板ラクサオっていうのに乗れば来呀そっから、なるほどね。今時刻表を見たら、ラクサ沖は午前中のしかないんですけども、その手前のラクサオとの分かれ道まで行くやつは結構夕方まであるんで、それで終点まで行って、でそっから今度はナーヒンっていうところだったかな。まあ、とにかく2回乗り継げば、コンローには行けると思います。午後出発しても。ゴールドショップで両替できるってさっきバスの中で見たんですけども、もう4時、今見たら閉まってましたね。まだ4時ですけども。早い時間じゃないとダメそうですね。はい、タールは、タオダイ？ロイルン。ロイヌン。ロイバー。ロイバー。キープタオライ。タオハーパンキー。タオハーパン。はい。オッケー。はい。25000キープ、そうか。100バーツ高いけど、行くしかないか。Cốc cháy. Park San International Port って書いてありますね。向こうに見えるのがタイの文化庵です。このタイとラオスの間はいくつか国境があるんですけれども、ほとんどの場所でもう今橋がかかっちゃってるんで、外国人は船を使って国境を越えることできないんですけれども、
このパークさんと文化の間だけはまだ外国人でも船を使って渡ることができるみたいです。ここはまだ橋がね、有効橋がまだできてないんで、ただその第五有効橋っていうのは確か今年中に建設が始まるはずだったと思うんで、それがもし完成しちゃうとまた他のエリアと同じように外国人は橋を使って渡らないと国境を越えられないってなるんじゃないでしょうか。とりあえず明日越えてみようかなと思ってます。今日今4時半でもう定期の船はないのかな、ちょっと時間がはっきりしないんですけども、朝7時からここの国境開くみたいなんで7時頃来てみようと思います。それで船で対岸に渡って、で文化館でちょっと観光してまたお昼ぐらいに戻ってこようかなと思ってます。日帰り対入国っていう感じになりますけども、さあこの国境の様子も分かったんで帰ろうと思います。明日は土曜日だから朝7時からと、で夕方は6時まで開いてると、から船の乗り場の位置とイミグレーションの中の建物の中の様子も見てきたんで、写真はね撮れなかったですけども、わかりました。これでビエンチャンまでは146キロ、シェンクワンが231キロで、カムムアンが191キロ、この通り沿いにホテルもあります。書いてないけど、いくらぐらいなんだろう。このマッサージ屋ですね。9時から夜の9時まで。これが国道13号線との交差点ですね。うん、ここにもかなりしっかりした造りのホテルありますね。ここでいいか。サバイディーミーメヌーボกะเพราหมูกรอบเนาะไข่ดาวอ่ะไข่ดาวด้วยนี่อะไรนี่ยังหมูหมูย่อมีบ่หมูย่อด้วยอืมโอเคกาแฟนมเย็นด้วยขอบใจเด้อไอศกรีม頼んだらなんかむちゃくちゃでかいサイズできました。ただ氷がかなり入ってるんで実際の量はそんなでもないんですけども。クリスピーポークのダッパオです。うん、美味しいよ、ここのは。それからお米もいいの使ってるね、ここは。うん、
豚肉も美味しい。外カリカリで中しっとり。美味しかったですね。ただ無用は食べきれないんで今持ち帰りにしてもらってます。カプチャイ。それは誰の銅像なんだろう。し、ん？シーソン、シーソンポーン、ラムオンサイっていうのかな。ちょっと読めません。シーソンポーン、ラムオンサイ。誰かはわかりません。全然人気がない。明かりはあるけど市場バスターミナル内はもう人気がなさそうだな。これ今自分が泊まっているゲストハウスですね。お酒は飲めないことはないけども、なんかいまいちピンとこないな。ビアラの普通のやつしかないもんな。国道13号線で、13号線の目の前にあるこんな感じでお店が並んでます。カプチャイ。今時間は8時30分ですね。そんなに暑くもなくて気持ちのいい感じですね。昼間かなり暑かったんですけどね。今日今の時間帯は結構涼しくて気持ちいいです。ソーセージ頼みました、つまみとして。